凛たちがまだこのステージにいたら、次の対戦相手はあいつらでいいよな。え、聞いてるみんな。おいこら、誰だこの靴下とバスタオル、脱ぎっぱ濡れっぱで放置してるやつ。うん、靴下は俺の。バスタオルは俺だけど、洗濯機入れといて。自分でやれ、放置するな、すぐやれ。てかちゃんと髪拭け、水滴がそこら中に落ちてんだよ。ほっときゃ乾くじゃん。いつまでやってんだ、先に片付けろクソじゃ。言われたらやりたくなくなった。やべえな、これがダメな方の化学反応、圧倒的カオス。はいはい、喧嘩しない。とりあえず飯にしよっか。俺はいいや、足のケアもあるし。俺も動画見とく。こいつら自分勝手。